ダグラス DEF とは、アメリカ合衆国のダグラスエアクラフトが開発した飛行艇である。ただし、少数機のみの製造に終わった。1930年代、ダグラスエアクラフトは、シコルスキー S-42 や、マーチン M130、ボーイング314など、同時代の他の航空機メーカーと同じく商業用飛行艇を開発しており、当該飛行艇が完成した。 しかし試作機1機と量産型3機しか製造されなかった。客室には32人の乗客もしくは、寝台16を収めることができ、当時の飛行艇としては、比較的大型であった。機体は、高翼単用装発で、全金属製であり、操縦系統も、自動操縦装置や引き込み式翼端フロートなどの、新技術を導入していた。試作機と量産型1号機は、 形式名 DF-195 としてソビエト連邦が購入し、残りの2機は日本本土と南洋諸島を結ぶ航空路を開拓しようとした南洋庁が購入し、大日本帝国海軍の下で評価飛行していた。だが2機とも1938年に事故で喪失している日本海軍における名称はダグラス飛行艇。八月に 航空省から南洋町航空部に引き渡され、横須賀から裁判を経由して、パラオに向かっていた2号機が、エンジントラブルのため、小笠原諸島父島南方海域に、不時着水したとの通信があったが、そのまま失踪した。これは、機体が悪天候のために沈没したと見られており、乗員7人が死亡した。9月には、佐世保から、立山航空隊へ向かっていた1号機が、 脳無のため進路を誤り福岡県のセフリ山に墜落し、乗員乗客40人のうち32人が死亡した。英語版ウィキペディアより引用。ありがとうございます。